皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、滝沢秀明さん率いる戸辺が新たに開始した番組、戸辺版が大きな注目を集めています。これは、戸辺の所属アーティストが全員集合する形で実施された公式番組なのですが、YouTube ライブで配信されているのがポイントです。通常、アーティストによる YouTube ライブというと、 新曲の発表や周年記念などを主にファン向けにカジュアルに配信するものを想像する人が多いでしょう。しかし、今回のトベのトベ版は、生配信のスタジオと収録されたロケの映像を組み合わせる形で、全編1時間40分以上と、地上波テレビのバラエティ番組の特番を思わせる構成になっていました。さらに、今回のトベ版 で非常に興味深いのが初回から後世とスシローが公式スポンサーとして協賛し大企業との本気のコラボが実施されている点ですこの取り組みはすでに境会が曖昧になりつつあった YouTube と地上波テレビの境界線を完全に書き消してしまった事例として母から振り返ることになる可能性があります テレビ番番組組化が進む YouTube これまでも YouTube からテレビ番組のようなクオリティの動画を配信する取り組みはさまざまな事業者がさまざまな挑戦をしてきています成功事例として象徴的なのは朝倉未来さんが成功させた格闘技番組の「ブレーキングダウン」や高橋宏樹さんが成功させた「日系テレ東大学」と リハック級などが挙げられるでしょう参考 YouTube にテレビ並みの番組がやたら増えた理由またバラエティ番組としてはオリエンタルラジオの中田さんが宮迫博行さんと一緒に始めた「ウィンウィンウィンが一つのシンボルといえますただこれまでの YouTube 初の番組はどちらかというと 地上波のテレビでは難しい番組であったり地上波の番組に出演できなくなった芸能人が取り組むものという印象を持つ人が少なくありませんでしたそのためどちらかというとスポンサーもネット系などの新興企業が多かった印象です今回のトベのトベ版もトベの所属アーティストが旧ジャニーズ事務所を退所したことで 短期的にににに地上波テレビに出演しにくいい状況になっていた面が影響していいるとは思います。ただそこを逆手に取って後世やスシロー規模の大企業がスポンサーをする規模の番組を作ってきたという点でこのトベの「トベ版」は時代の大きな転換点になる可能性があります地上波番組と同時間帯でも世界のトレンド1位に 今回の「飛べ番」は初回にもかかわらず YouTube ライブでの同時視聴者数は30万を超えていましたしそのままアーカイブされた番組の視聴数はすでに130万回を超えていますさらに注目されるのは番組のハッシュタグである「飛べアンダーバー飛べ番」が 土曜日19時から21時という地上波テレビのライバルが多い時間帯にもかかわらずなんと X のトレンドで世界1位になっていたことです実際に番組配信中のポスト数のグラフを見ると大量の投稿がされているのがわかりますもちろん同時視聴数30万人という数字はテレビの視聴率から考えるとまだまだ小さな数字です ただ、今回協賛をした後生やスシローの社名もトレンド入りしていたことを考えると、そのインパクトは非常に大きかったと言えます。何しろ、スシローは来年からコラボ寿司の販売を予定しているようですから、その事前の期待の大きさがうかがえます。当然、このトべのファンの熱量の強さに注目する企業は、今後も増えるでしょう。先月、 ワンピースが YouTube 上で24時間前はライブ配信を開始し、ある意味でワンピース、テレビ局が YouTube 上に開局した状態になっていますが、今回のトベのトベ版もある意味トベとしてテレビ局を開設したに近い状態です。参考、ワンピースの24時間前はライブ配信の衝撃から考える 誰もがテレビ局になれる時代、後生もスシローも、その新しい戸辺の挑戦にテレビ CM とは違う可能性を感じていると言えるわけです。ファンによる SNS 投稿を推進する戸辺、特に戸ベのファンの SNS 投稿で印象的なのが、YouTube ライブのキャプチャ写真はもちろん、動画のアップロードも多数見ることができる点です。 参考、シャープトベアンダーバートベ版の投稿の検索結果トベの所属アーティストが元ジャニーズ事務所所属であってこれまでは写真キャプチャすら厳しく禁止されていた印象があることを考えるとこの現象に驚かれる方は少なくないはずです実はトベは9月の段階でトベやアーティストが発信した画像や動画を ファンが個人の SNS に投稿することに対して著作権侵害を主張しないということを明確に宣言しています。参考、戸辺およびアーティスト個人が発信する画像や動画を応援のために使用する際のルールに関してこれは IMP のデビュー曲クルーズンリリース後にファンからの質問を受ける形で公開されたものと考えられますが かなななり先進的な内容になっています特に最も象徴的なのは YouTube パートナープログラムに参加すればトベの所属アーティストの切り抜き動画で収益化することも可能という切り抜き動画で有名なひろゆきさんばりのオープンな方針をとっていることでしょう。参考ひろゆき人気の理由を自己分析 YouTube の切り抜き動画がうまくいったことと、コロナ禍の2つじゃないかなと。ある意味、旧ジャニーズ事務所時代の厳しいネット上の写真利用禁止のルールから考えると、180度転換とでも言うべき宣言をしていることになるわけです。こうしたファンの SNS 投稿を許容する姿勢は、BTS のアーミーの成功で広く知られるようになり、日本でも B、 ファーストが所属する BMSG 代表のスカイハイさんが、ファンの投稿を許容する姿勢を宣言するなど、徐々に日本でも広がりつつありました。参考、B、ファーストは日本の音楽業界の SNS 活用に革命を起こすかもしれない。それが、ここに来て過去にジャニーズ事務所に所属していたメンバーによって構成されるとべが、 オープンな方針に転換したことには大きな意味があると言えます。トベのファンの方々には、ジャニーズ事務所時代から応援しているアーティストが、トベに移って急に SNS での応援が解禁された関係で、SNS で応援する方法をファン同士でお互いに教え合ったりするなどして、SNS での投稿の仕方を学んでいる方も少なくないとか、その結果、 構成やスシローのような企業側からすると、トベ版は、YouTube の同時視聴数や再生数以上に、ファンによる切り抜き動画や写真でさらに自社商品が拡散するという効果も期待できる構造になっているわけです。今後、テレビ局とのコラボもありえるかなお、次回のトベ版は、12月24日午後7時に、 トベメンバーがハワイに行った際に収録した内容を放送することになるようです。おそらく、今回の放送よりもさらにテレビのバラエティ番組的な構成になることが想像されます。そうなると今後気になるのが、果たしてこの、トベ版をどこかのテレビ局がコラボする展開はありえるかという点です。従来、アーティストのテレビ番組というと、 お昼の時間帯や深夜の時間帯に番組を作り、それが人気になればゴールデンタイムに移るというルートが多かったように思います。しかし、最近ではスカイハイさんが日本テレビと一緒に実施したオーディション番組「ザ・ファーストを YouTube でも配信したり、DUNK、 という音楽番組を深夜枠と YouTube の組み合わせで配信するなど YouTube の存在を軸にテレビ番組を組み立てるケースが増えてきていますまたジャニのチャンネルの YouTube チャンネルの人気が高まった結果ジャニのチャンネルがコラボする形で24時間テレビの軸になったこともあります参考 ジャニのチャンネルと24時間テレビのコラボは、テレビと YouTube の融合のシンボルになるか。今回のトベの「トベ版」の評判が高まれば、当然テレビ局からトベにコラボ放送のオファーが来る可能性は高いと考えられますし、その前提で YouTube で先行して番組を開始している可能性も考えられます。実は 韓国や中国ではすでにテレビ番組を YouTube にも放送するのが普通になっているようですし、日本も同じように常識が変化していく可能性もあるでしょう。いずれにしても、今回のトベの挑戦が、業界に大きな一石を投じたことは間違いありません。まずは、今後のトベと、トベ版のさらなる展開に注目したいと思います。 どこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。